クロノトリガー続きやっていきましょう。前回カエルが仲間になったり、ルッカがこっちの世界に、過去の世界にやってきたりと、なかなか、激しい感じの、ストーリーになってますけども、いきましょう。マノリア修道院の中世、あ、やっぱ時代が戻ってるよってことなのかな。戦闘はあまりしたくない気はあるんですが、あれ？ここ来たよな。で、こっち入ってって、で、ここで倒したのか。なるほど。敵倒してからなので、これ進んできますかね。はい。行きましょう。戦闘はなるべく避けて、まあ戦ってもいいんだけどね。お、回復かな？これ回復っぽいよね。オッケー。あ、でも回復してね。何なんだ、じゃあ今の。わからんな。これは、おー、落ちちゃった。トラップもあるのね、そういう。で、これは、ま、戦うしかねえかな。はい、戦います。まあ、普通に殴ってけばいいとは思うんですけど、HP だけ気をつけようか。ルッカの HP 少ねえな。ルッカ回復させたいね。とりあえず今は殴れるだけで倒せるんですが、210ゴールド。ポーションも使っていきましょう。ルッカね、オッケー。さあ行きましょう。あ、これ上行って。まあさあ、戦闘になるか。戦っていきます。会心の一撃よく出るな。会心がよく出ますが、戦う。まあ、殴ってるだけでいいかな。リアルタイム、ミスか。リアルタイムなので、これね、気をつけないと、HP ね、なくなっちゃうんで、倒されちゃう可能性が。お、ルッカのレベル上がった、いいね。で、これ回復したいな。アイテム、万能薬、ポーション、いいね。ここなんか書いてあるぞ。ここは通れません。怪しくね。なんか怪しいな。そして、うわ、めっちゃ敵いる。これやばいな。ベロロンを、リーベにやって、やばいやばい。うっ、ちょっと待って、危ね。やばいか。技、火炎放射。火炎放射行ってもらって、直線上じゃないから一体だけか。MP もないし、これは殴っていこう。回復したいな。カエルの HP がやばい。よし、カエル強い。倒した。とりあえずこのコウモリ、倒せないか。やばいな。殴ってもらって OK。 あと1体倒す。よし。いや、 HP 結構ギリギリよ。お、ベロロン切り覚えた。いいね。2人技 X 切り、いいね。これ回復させようか。カエルと、ルッカ。まあ、自分も使っておくか。うん。これでポーション尽きちゃったけど、なんか今あったぞ。これなんだ？毒、なんか増えた。敵が増えたのはいいけど、お、シェルターを手に入れた。セーブポイントでのみ、HP、MP 全回復。
セーブポイント、あ、もしかして今、あ、間違えた、また来ちゃった、こっち、あ、やっべ、しまったな。え、これももしかして、これ敵増えるんじゃないの、違うか、ここ怪しいよね、やっぱり。ここは通れませんって言ってるけど、やっぱりなんか怪しいぞ。めっちゃ敵いるなー。これ倒すか。まあ戦うしかない。回転切りしたいから、これ MP 回復させればよかったか。まあいっか、カエルの攻撃で倒していいよ。このコウモリは HP 少なめだから、うん、倒したでしょう。 OK、 よし、300ゴールド手に入れたのはいいんだけど、ここセーブポイントだったかな、違う、あ、やっぱセーブだ。上書きします。 OK、 やっとセーブできた。で、こっから、おーっと、戦闘かな。 MP ないな、しまったな。まあいいや、まずはとにかく殴っていく。一体ずつでもいいから倒す。これで倒したね。 OK、 そしてルッカの HP、 カエルも減っている。30ダメージ、17、うわ倒せねえか。 3人の攻撃でやっと1体倒せる感じか。ちょっとしんどめ。15、まあでもなんとかなりそうな感じかな。連携技いこうか。ベロロン切り、あ、そういうことね。いいじゃんいいじゃん。ただ HP がやばい。 OK、 倒したかな、これで。よし、なんとか倒した。経験値53、あ、これレベルアップすんじゃね。上がった、 OK、 ルッカもカエルもレベルが上がった、いいね。アイアンソード、アイアンソード、装備見ようか。アイアン、あれ使えないのか。カエル、お、カエルにアイアンソード、いいね。よし、で回復ポイント、どうしようかな。一回これセーブして、 OK、 でどうする。あれでも今んとこ倒しても何も起きんかったよね。じゃあ何をすればいいんだって感じだけど、ちょっと HP やばい。72、いいね、会心の一撃出た。攻撃が来る、危ないね。ルッカ倒されてもおかしくはない、危ない。よし、これで倒したかな。よし、考えてる暇がねえ。よし、200ゴールド、ゴールドはいっぱい、お金いっぱいもらったから一回戻るか。うん、一回戻ってあの人に報告っていうかしてみようか。絶対に怪しいと思って、あれそんだけか、変わんねえか。だったら一回、うん、10ゴールドでこれ回復するよね。回復するよね。封印されている、大丈夫だよね。
回復した、オッケー。じゃあ、ここアイテムショップで、グッズマーケットでなんか買おう。って言っても、ポーションが、まあ、10個買っといて、戦闘不能回復、これ強くない？アテナの水。あ、シェルター、あー、これも買っとこう。オッケー。ちなみに、あー、豆鉄砲、攻撃が上がる。ブロンズメットで5を上げるか、守備。防御力上げとこうか、ルッカの。で、アイテムから、違う。装備から、ルッカの、革の帽子からブロンズメット、オッケー。じゃあ、これでもっかい西、でも西怪しいって言っても結局、倒したからいけるってわけでもないから、もうちょっと探索必要？マノリア修道院、もうちょっと探すか。ああ、また戦闘か。連携回転切り。ダメか。当たんないか。まあでも1体に43で連携火炎放射、これどう？これ当たったでしょ。 OK、 強い。火炎放射強すぎる。まああとは殴るだけでいいかな。こういう戦闘パターン珍しいよね。まだなんか慣れないわ。アテナの水手に入れた、いいね。結構アイテムいっぱいもらえる感じだよね。よし、倒した。これで500、いいね。レベルまた上がった、いいね。で、ここでこれ引く。これやってなかったな。引くとどうなる？なんか動いたな今。どっかで何かが動いたっぽくない？あれでもさ、これはまあ左から行ってみるか。結局なんか一緒？コウモリ増えたとか、ソングル、あ、行った行った行った。そうだ、こっちが行けるようになるのか。よし。これ戦わないといけないかな。回転切り。やるかの MP をなんとかしたいな。だから、OK、後ろから。まずはこの、ナーガみたいなやつ倒すか。倒して、お、倒せない。オッケー。で、あと、後ろの、こいつら倒して、いけるかな？殴れ、殴れ。いいんじゃない？あと、殴ってるだけで、よし。倒した。経験値38、ありがたい。カエルのレベル上がった、いいよ。で、さらにセーブ、もう倒そう倒そうこいつら。回転切り使って、めんどくさいから火炎放射して、ベロロン切り。火炎放射マジで強えな。OK。 しっかり倒して経験値もらいまして、ここでセーブか。セーブしよう。 OK。
さあ、ボスじゃない？覚悟いいなぁ。ん？覚悟いいかな、リーネ王妃。この世にさよならを告げる時間だ。ちょっと待って。回復しようか。そのために回復はね、結構持ってきたんで、オッケー。これでいけるでしょう。行きましょう。多分ボスでしょう。ほう、お前たち、よくここまで潜り込めたな。帰る。王妃様、お下がりください。こいつを片付けちまいますので。気をつけて。さあ、倒すぞ。どうせボスだろう。ギャー、無駄無駄。ここからは誰一人として生かして返さぬぞ。王様を倒すの？カエル風情が。貴様らから血祭りだ。大臣チェンジ。あ、やっぱり、モンスターになったな。さあ、ボス戦と行こうじゃないか。うわー、なんか、デロデロン。デロデロン回転切りして、ベロロン切りはしなくていいかな。で、うわ、なんかめっちゃ動く。うお、全体攻撃あんの？オッケーオッケー、92でかいダメージ。連携からの火炎放射、連携からの回転切り。そして、ベロロンを、リーベ。これでいいかな。そして、回転切り使えない。連携からの火炎放射。まあいいか、戦うで。リーベの MP 足りねえな。あ、倒れた。倒れてはいない。やばいな。14ダメージ。痛いね。ん？戦う。連携じゃない。戦う。あ、ちょっと待って。ポーション使って。どうだ？あ、待って。回復。間に合ってない？あぶね、間に合った。アイテム、ポーション使って、連携、火炎放射。殴る。これでいいかな。まだダメ？お、やばい、地震みたいな。結構食らうな。連携、火炎放射、技のベロロン。はい。これでどう？どうですか？ 50 ダメージ。え、ちょっと待って。あ、ベロロンやっと来た。ちょっと待って、回復が間に合ってない。ポーション。ベロロン、自分にベロロン。お、いいね。ちょっと待ってよ。もう、やばい、殴る。殴って、どう？前が近くて反撃できない。アイテム、ポーション。連携、火炎放射、技、ベロロン、自分。これでどうだ？あ、やばいか。41まだあるか、でも。まだ大丈夫だね。オッケー、しっかり回復して。アイテム、ポーション、戦って、どうかな？結構入ったぞ、今。94。倒したね。倒したよね。よし。勝ったね。経験値50。5、技ポイント600ゴールド。素晴らしい。やはり来てくれたのですね。ありがとう、カエル。王が心配しておいでです。城に戻りましょう。さあ。カエルもご機嫌ですね。助かったぜ、リーベルカ。ありがとうございました。あなたたちもどうか共にお城の方へいらしてください。
お城行きますか。よし。で、アイテムシック、ミドルエーテル。あ、これはあれだな。なんだ？あ、本物の大臣、こんなとこにいたの。王妃様、本物の私はこれ、これこの通り、ピンピンしておりますそうです。じゃあ、帰りますかね。では、お城へ戻りましょう。心配したぞ、リーネ。BGM なんでねえんだ。あの役らのやつめ、このわしになりかわり、リーメ様を触るなど。ああいうやからは厳しく裁くため、このガルディア王子にも、裁判所や刑務所を作らんといけませんな。リーネ様を守りきれず、面目次第もございません。カエル仲間から外れる？そんなことないよな。あ、終わった？助けていただきありがとうございましたと。私に間違われたという娘は今どちら？そうだよな。マールディア姫もしかしたらそこに？ん？カエルは？俺が近くにいたため？王妃様を危険にさらした。俺は城を出る。これは、お前の立ち筋はなかなか見込みがあったぞ。おー、お疲れさま。まあ、確かにカエルだけ強かったもんな。カエルも悪くないもんね。うん。んで、これさ、もう一回上行ってみて、いや、多分いないよな。あ、なんか、どうなった、戻ってきた。あれ？マルディア王女、リベ。ああ、意識がないのに冷たいところにいるのがわかる。死ぬってああいう感じなのかしら。ご機嫌うるわしゅう。あなたも来てくれたの、マルディアって、え？ん？バレちゃったみたい、うん。そうだな、ルッカの言った通りだな。騙すつもりじゃなかったの。私はマールディア、父はガルディア王33世。けど私だってお祭りが男の子と見て回りたかったんだもん。私が王女だって分かってたから。リーバー一緒にお祭り見てくれなかったでしょ？え？お前一緒に見たじゃん。うん。本物の王女様も無事に戻ったんでしょ。私で帰ろうよ。あー、じゃあこれで帰って、そうだね。これでお話が元通りになったってことだよね。ってことで戻りますか。はい。じゃあ元の世界へ。いちいちこれ、まあでもいっか。そんなに遠くないし。うえ、なんで戦うことになる？しかも回転切りもないし。まあ、殴るか。めんどくさい。ルッカ強いな。よし。というか、ここの敵がもう弱いのか。よし。マールレベル上がったな。戻りまーしょ。めんどくさい敵が。もうあとは殴ってるだけで大丈夫でしょう。ってことで、はい、殴る。39、ワンパン。あとはなんかピストルみたいなの撃って倒す。46、いいね。よし、これで戻りますよ。オーラ、回転オーラ、ルーラじゃなくてオーラ、ルーラ欲しいな。はい、戻ります。元のいたところに戻りますね。うわー、なんか来た。
めんどくさいな。殴って39ダメージ。こいつの攻撃でかいかな。12か。まあそんなもんでもないか。 OK。 う、倒してない。強いなこいつ。こいつの攻撃なかなか強くない？ 42、 OK、 倒した。あとは雑魚を殴るだけと。 OK。 よし。エーテルとポーション。ルッカが催眠音波。催眠音波いいね。ってことで、あれ、こっちか。おー、戻ってきた。どこから帰るの？ここでしょう。恐れながらマルディア王女マールで行っては。で、ではマール、ご覧ください。おー、ルッカすごいってね。おほほほほほほほと。失礼しました。話し方も普通でいいの。ルッカの方がすごいんだよ。私は王女かもしれないけど何もできないんだからでもマールも結構強いよね。ではお言葉に甘えて、私はこの歪みにゲートって名前つけたんだけど、ゲートは違う時代の同じ場所につながってる。はあ、はいはいはい。出たり消えたりするのはゲート自体が不安定だから、そこでテレポットの原理を利用して応用して、このゲートホルダーを使ってゲートを安定させる。はい。けどなんでこのゲートがあの時突然現れたのと。テレポットの影響があるいはもっとな別の何か、まだ分かっていないと。なんだか難しいんだね。とにかく帰ろうよ、私の時代へ。よし、戻ろう。うん、帰りましょう。はい、お疲れした。いやー、まあでも、うん、今回はここまでで終わろうかな。やっとでもなんか序章が終わったみたいな、そんな感じかな。まあやって帰るって来られたね、リーベルか。お城まで一緒に来てくれる？いろいろ世話になっちゃったし、ごめんなさいね、まる大変な目に合わせて。うん、スリラってとても楽しかったよ。素敵な友達もできたし、お城よりリーベル、ちゃんとあんたがエスコートしてあげるのよと。ゲートができた原因を探っていると。お、じゃあ帰りますか。ってことで今回は以上で終わりたいんだけど、セーブじゃねえのかこれ、中断なんか。はい、まあいいや、また次回です。お疲れ様でした。さよなら。